もう聞いちゃうけど、休みずのご飯食べさせてくれないのは何の伏線なの？気づいた？うん。もう怪しい伏線はとっとと潰しておこうと思って。怖いから。参ったな、もう。まあこれはただの保険というか心のお薬というか。少し詳しく。なんかあるじゃん、そこのご飯を食べちゃったから豚にされて逃げられないみたいなさ。ここは地獄か何か？地獄でないとは断言できないかな。ちなみにその体制はまだ続くの？一応食料はそれなりに持ち込んであるからまだ大丈夫。あら、いらっしゃい。お昼？いいえ、時間を持て余してしまって。座ってていいです？ええ、もちろん。お茶をお出しするわ。すみません、僕はお湯いただけますか？あら、お茶は体にいいのに。お茶を飲むと眠れなくなる体質なんですよね。あら、それは仕方ないわね。ではおさゆで。おさゆも断ってほしかったな。そうは言うけども、カップ麺作るときにここの水は使ってるわけじゃん。あ、気づいてなかったのか。沸かしたからセーフかな。はい、どうぞ。でも本当に災難だったわね。バイクもあんなに壊されて、しかもこんなね。いえ、皆さんに比べればそんな。ちなみにこんなこと毎年のようにあるんですか？そんなにはなかったはずよ。私は少なくとも宴は今回が初めて。昔霧が出た時に亡くなった人がいるっていうのは聞いてるけど、多くの人が休みずにいなかったから。じゃあ多くの人にとってこれが初めてのことってわけですか？ええ、そうだと思うわ。そうか。それにしては随分とやり方が正確に伝わってるんですね。ここはこんなところでしょ。娯楽も何もないから、小さい子たちはお年寄りのお話を聞いて育つの。古いお話や古い歌はずっと伝わって残ってるみたいよ。歌？歌？歌、覚えた。あら、すごい。歌って歌って。信内さんのお守りは赤だし増やしてて
ちょっと難しかったかな。メイコ、ここにいたの。あ、あら、まあ、すみません。お昼の後でいろいろ見苦しいところを。いえ、こちらこそ。メイコがお邪魔をしまして。いえいえ、こんな時ですから、少しでも気が楽になるように好きなようにくつろいでください。では。ああ、大丈夫？リカ子さん。あら、まあ、怪我はない？あの、あまり見ないでください。あ、すみません。考えてみたら、ちゃんとお話しするの初めてですよね。そうかもしれません。あの、申し訳ありません。え、どうして謝りますか？巻き込んでしまって。逃げて。そういえば、逃げろって言ってくれましたね。夕霧が上がってくるのが見えていたから。でも、間に合っていればよかったですのに。ああ、そういうことだったんですか。僕はてっきり予言でもされたのかと。上松は見張りの家ではありませんから。見張りの家とは？あの、あまり外の方には。あと、すみません。変わった服を着てらしたので、何か神職の方なのかなと。それは、まあ、そんなに偉いものではありませんが。春明さん、リカ子さん、あんまり困らせちゃダメだよ。ああ、うん。そのつもりはなかったんだ。申し訳ないです、リカ子さん。いきなり、下の名前で。ああ、すみません。別に、その、いいですけど。いや、すみません。何？なんかいい雰囲気？帰ります。メイコは？もうちょっと、いる。そう。夕方前には戻ってね。ちょっぴり不思議ちゃん入ってるけど、可愛い人だよね。そうだね。可愛い人だよね。そうかな。どっち？こっちのセリフですが。はぁ、美人はいいな。いくつになっても年齢不詳の美人のまま。あえて食いつくけど、彼女っていくつなの？よくわかんない。まあ、30過ぎってことはないと思うけど、間違いなく私よりはお姉さんだよ。十分意外なんだけど。だよね。ちっちゃいし、童顔だし。ちなみに彼女って。こんにちは。母さん、今いい？あら、安永。春ちゃんもいらっしゃい。ちょっと、あなた。はい、あなたのあなたです。ふざけてるの？
なんだろう、はる、牧島さん。今、はるちゃんって呼びそうになったでしょ。ほとんど初対面なのに、非常識じゃない？お、落ち着くんだ。ヒステリー系ヒロインは人気が出ないぞ。つくづくふざけてる。あなたにね、言いたいことがあってきたの。あなたね、知恵姉にくっつきすぎ。知恵姉だって忙しいんだから、あなたはあなたで何かしたらどうなの？そうだったのか。いや別にそうでも。よしんば知恵姉が暇だったとしても、女性にはいろいろあるんだから、遠慮して適度に距離を取るのが大人でしょ？それは確かにそうかもしんない。認めるんだったら、とっととどっか行きなさいよ。これだから大人って、ずるくて汚くて鬱陶しいんだ。そうです。私が汚いおじさんです。キー！はるちゃん。そんなこと言うためについてきたの？あ、母さん、匠兄から伝言で。何かしら。しばらくは夜早いだろうから、お弁当にした方がいいんじゃないかって。あら、それはそうだわ。急いでお米炊かなきゃ。あと、ふさいしさん、あなたにこれを。ぼんよよよよ！え、僕？学生寮の鍵です。匠兄がタイバーに行って出してもらったんだって。え、どうしてそんな。今朝は外に寝させて悪かったって伝えてほしいそうです。律儀でよく気がつく人だな。そうでしょ。あの人がいるからこんなところでもなんとかしていけるわ。母さん、やっぱり。あ、お米、お米。すみません、お恥ずかしいところを。まあ、よそ者には何が何だかわからないので問題ないよ。いえ、はるちゃんもです。はるちゃん、よその人には絡んじゃダメだよ。何よ、兄ちゃんだって迷惑でしょ。別に。え、とにかくあなた、宴が関係ないなら早く出ていけば。はるちゃんやめろって。なんでよ。ふさいしさんは被害者なんだ。そんな白状なことを言うもんじゃない。何よ、兄ちゃんのバカ。ああ、もう何が何だか。遊ぶって何を？信頼モード。今？なんでまた？メイコちゃんに正しいやつを見せようかなって。ね？いいけど、知恵ねってそういうの結構こだわるよね。まあね。安永くん、この文様って何かな？ああ、上藤吉の長者の家紋ですよ。そんな食器、捨ててしまえばいいのに。
私が男役でいい？いいよ。じゃあ行くよ。一、二、せーの。信内さんのお守りは日が勝ち踏ましら見枯らすよ雲。夕霧立てば宴の支度、いついつ無事なも誰もて走る。夕霧立てば宴の支度、あやしよみびとけがらえり、あやしよみびとなきにせん、くぐれやひとひにひとりきりたった、イエーイ！久しぶりすぎて焦った。どうさ、めいこちゃん、もともとはこういう遊びなんだよ。すごい、早くてよくわかんなかった。よし、はるちゃん、めいこちゃんに教えてあげるんだ。え、私が教えて。まあいいけど。やすくん、ちょっと話したいことある。何かな。もし宴のことだったら僕がいない方がいいかな。すみません。ちょっと出てきますね。はーい。お構いできずにごめんなさい。
神様を見たことがあるからかな。死んだよ。死んだ。死んだとも。きっと君も死ぬ。富士吉村にようこそ、気の毒なお兄さん。待て、モッチ。なぜわかった、うんこマン。誰がうんこマンだ。いや、確かに見た目は結構びっくりしたが、喋り方と声は、もうちょっと工夫した方がいいな。いや、別に変装のつもりじゃないし。え、普段着だとでも？お、僕は超貧乏だからずっと学生服を着てたら、タエバーが文句タラタラ言ってきてね。だからハルちゃんにお下がりをもらったのさ。可愛がろう。まあ確かに可愛いが、一応性別は男なんだよね、君は。うむ、ちゃんとついているぞ。スレションの時に確認すればいい。自分の性別に違和感があったりするの？なんだそれ、僕は男だ。じゃあなんでそんなことを。別に、なんでなんてない。僕はそういうやつだからだ。そういう卑怯の振る舞いというやつ。頭がおかしいので普通の人とはうまくやっていけないのだ。でも好きなようにやらないのはそれはそれできっついから、多少は変にするわけだ。つまり自然体というわけ。そう、寒くなければ素っ裸でも悪くないな。苦労もあったろうね。いや、休み図はだいたい住みやすいぜ。うんこマンも住むといい。
なんでそんな話になるかな。都会は住みにくかろう。いや、断然便利だしな。そうか、てっきり嫌なことがあって飛び出してきたのかと思った。まあ、それは否定しないけどさ。うんこマンも頭おかしい人でしょ。全力で否定するけど。あれ、おかしいな。同類だと思ったのに。ね、じっちゃん。僕はうんこマンが変態だと思う。だよね、うんこマンは。うんこマン。お願いだからその故障を広めないでくれ。被災市でも春秋でも何でもいいから。発散？はあ、さん。まあいいか、それで。うんこマンは発散になった。おじいさんとは親しいの？頭おかしい友達だ。ハッサンも仲間になろう。霧が晴れたら神藤よしに鶏盗みに行こう。そんなカッパ的な。ちなみに今日はなんで他の高校生たちと一緒じゃないの？だってはるちゃん怒ってたし、楽しくないことになりそうな気配が全開だったもん。彼女は何を怒ってたの？はるちゃんはさ、やっすんのことが好きだからさ。知恵姉が帰ってきてやっすんが嬉しそうなのが気に入らないのだよ。そしたらなぜ僕が怒られる？ヤッスンが知恵姉のこと好きなのをハルちゃんは一応応援しちゃってるし。片思いしてる相手の恋を手助けしてしまってるってことか。そうそう、だからハッサンが知恵姉と突如ベタベタしだしたんでわけわかんなくなってんだよ。ちなみにちえみちゃんはそういうの気づいてるのかな？そりゃそうじゃない？でも相手にしてないし脈はないね。つうわけでよかったな、ちえ姉は発散のものだ。いやどうかな。っていうか君はそれでいいのかい？なんで聞くかな。いや、短期間の観察ではあるけど、君は奔放なくせにハルちゃんに対してはどこか海外しい感じがして。まあ多分そんなんじゃないな。幼なじみとして危なっかしいから心配してるだけさ。意外だなモッチー、そういうやつをからかいまくるキャラかと思った。ハッサンだったら死ぬほどおちょくるけど、ヤッスンには借りがいっぱいあるし、ハルちゃんはかわいそうな子だからな。なんかいっぺんにいろいろ聞くのもあれだし、それはいずれ別の時に聞かせてくれ。はっ、すでに喋りすぎた。何の魔術だ発散め。ところでさっき死んだって言ってたけど、誰か死んだの？いや、記者さんは亡くなったけど。安水人はまだ死んでないけど、死んだも同然だろう。ん？なんでそう思ったの？さあ、なんでとかは僕にはわからん。けどなんかね、タクミ兄がヘビだって言った時、嫌な感じがしたんだ。
ああ、今、狼様が笑ったなーって。待て、今なんて言った？狼様が笑ったなって。その前だ。匠兄が蛇だって言った時？匠さんが蛇なのか？そう言ってた。ちょっと休養ができた。またな、もっち、おじいさん。狼が来るぞ！知ってたのか？はあ？ムロさん。ああ、なんだ。鍵、ありがとうございます。ああ、それはいいけど、あんま一人でうろつくなよ。ただでさえみんなピリピリしてんだから。そのことですが、ムロさんは狼が一晩に何人殺すか知ってますか？知恵美のやつ、そんなことまで喋ったのかよ。僕が無理に聞き出したんです。というか、話が伝わることはあなたも予想した上で千恵美ちゃんに任せたはずだ。それでも情報は断片的ですが、ちょっと心配があるんです。すみませんが、教えてもらえませんか？実のところな、俺はバカらしいんだよ。こんなことで他の世話は邪魔されんのがよ。千恵美はあんたにはわかるかと思ったが、結局あんたもマジになってんのか？もう二人死んでいる。何が珍しいんだ？は？あのな、人間なんざいくらでも死んでるし、俺はいくらでも片付けてる。上の土砂崩れの現場見たか？ありゃ8年前に野里が手入れたら崩れて、そのまんまになってる。気味悪がって片付けもしやがらねえ。作業員の死体は俺が掘り出して埋めた。バカな町の奴らが山ん中で首吊って獣に食われることもある。俺やおやっさんが苦労して片付ける羽目になる。サナガに死体が流れることも珍しくねえ。渓流釣りだかなんだか知らねえが、上流は危ねえっつうのよ。それでもな、誰も何もしてくれねえ。俺らとしちゃな、無縁仏で埋めてそれで終わりにしてきたこった。山っつうのは獣が出ようがムクロが出ようが何でもありなんだよ、兄ちゃん。でも今回は村の中で。ああ、なんだろうな。月の輪が人を食うなんざ聞かねえし。もしかして本物の狼でも群れで来たかもな。あれが野獣の仕業だと？人間の仕業だっつうのもどうなんだ。要は夜に晩を立てりゃいい話だろうが、なぜバカみてえに殺し合う必要がある？そうですよね。おっしゃる通り、そんな迷信に耳を貸す方がどうかしてます。ただちょっと気になるんです。伝説で今夜一晩で皆殺しになる
とかなってるなら心の持ちようが違う。ああ、それはねえな。狼が殺すってのは一晩に一人だけのはずだ。そうなんですか？伝説上それはなぜだってことになってるんでしょう。ばあちゃんなんつってたかな。誰も山の掟には逆らえん。よもつ狼様であってもだったか。よもつ狼？よみがえった狼って意味だと。変なこと聞いてすみませんでした。おとなしく引っ込んでおきます。あ、男手がいるときは言ってください。勝手に手は出さないでおきますが、ここに居候してる分、働きたいんです。ああ、そうだな。何それ。悪いけどちょっとちえみちゃん借りていい？わお、ちえみさん大人気だからあなたは懲りないわね。はるちゃん、いいから僕らは母さんを手伝おう。兄ちゃんも何か言ってよ。多分難しい話なんだよ。僕は皿を叩き割る係。はるちゃん、近持くんを押さえつける係。え、ちょ、何よこれ。ごめんね、なんかバタバタして。安永くんと何を話してた？さっきの宴でね、ちょっとまずいよねって。たくみさんがヘビって名乗ったと近持くんから聞いたんだけど。うん、そうなんだよね。他にヘビは？他？いや、ヘビは一人だし。殺人の是非を一旦脇に置くならば、今日狼容疑者を選べなかったことは単純に一日ロスだよね。そうだね。そのこともさっきヤス君と話してた。そして実質ヘビの正体が確定してしまった。うん、ちょっと嫌な状況だね。
でも多分今日は大丈夫なんだ。クモは匠兄ちゃんを守るようにってことになったから。え、待って、クモもバレたのか？ううん、ヤス君がこの場で明かせば狼にも聞かれるから秘密にしておこうって。それで肝臓じいちゃんがオッケー出して方針が決まったんだ。正しそうだね。と思う。蛇についてもそういう風にできればよかったのかな。結果どうなると思う？クモは言われるがままに匠さんを守る。当然オオカミもそれを聞いているんだから、匠さんを殺そうとすればクモが阻むんだろ。どうやるのかは知らないが。だね。結果1日分の殺人権をロスする。僕が狼なら、匠さんは無視して別の誰かを殺す。春明さんもそう思うか。ちなみに狙われるとしたら誰かな？それはわからない。狼側の選択傾向がわからないからね。奴らが女子供の血をすすりたいとかなら、狙われるのは若い子たちだろうし。怖い。大丈夫、千恵美ちゃんより若い子がいるから。殺す。大丈夫。美人狙いだったら一等。許す。でもそれはそれでやだな。殺される前に何されるかわかんないし。趣味以外の方向で言えば、そうだな、殺すことで村人側が大きく動揺するような人物、集落の有力者、あるいは今後のゲーム展開を左右するような優秀なプレイヤー。肝臓じいちゃん、あるいはヤス君。匠さんが誰を調べるかは決めたの？うん、清之助さん。え、何そのチョイス。何って本人の希望で。あと人間関係的に不利な人から優先的に調べて安全性を上げようっていう。もし蛇の対象がその夜に狼にやられてしまうなら、蛇が無駄になるか。死んだ人はカラスが調べればいいことだから。ん？違うよ。
夜に殺されるのは狼が選ぶんだから間違いなく人間だよ。カラスはあくまで昼に宴で選ばれて殺された人の正体を知れるだけ。あ、そうか、確かに。Thank you.